はい、どうもこんにちは、三森です。いつもお世話になっております。そして、カメラマンがですね、ビートバットさんです。ハチマル。ビートって何？ビー、ビーって言ったな。ハチバットで、なんで悪いで、あー、え、ハチバツさんです。あー、ハチマル。もっと楽なのにしてくれ、ここバツバツですか。はい、残念ですね。うん、ちょっと、何、新しいの。いやいや、八丸さん、とりあえずこれ来てもらったんですけど、ちょ、いい加減してよ。ゴキブリ投げて遊ばないから。いやいや、先にやってきたよ、ダミー。その虫かごの上置いたらゴキブリでしょ。じゃあ、おさゴキブリになるから。虫かごの上に1時間以上置いてたら、1時間置かなきゃいいや、生き返るから。いきね、ここに置いたら俺が、マジでいい加減して。いや、ここやめて、本当に、さすがに。そのじゃあ、持っといて。いやいや、わけわかんないじゃん、これ。そうか、そうか。いやいや、そうだ、本当に危ないか。え、だってそっちも、あ、今みたいに転がさないよ、絶対。はい、ということで、うん、ごめんなさい、八村さんが、はい、まあ、来てもらったんですけど、実はこれ、今から上げる動画なんですけど、実は、すでに撮ってるやつがあって、ちょっと頭の方だけちょっとデータがなくなっちゃったんで、あ、残念なことに。はい、だから、まあ、そのデータ消えた部分だけちょっと一旦、まあ、僕らも記憶曖昧なんですけど、服装も合ってるかわかんないんですけど、だってこれあった、そうですね、椅子だったんで、だから一回またちょっとブルーになります。はい、あ、そういうことですね。はい、実はその、この後に流れる映像にの時にあった椅子とか、うん、まあ、机は多分見えてないですけど、机があったんですよ、ここに。だから、まあ、ちょっと映像ちょっと気持ち悪い部分とかあるかもしれないですけど、ご了承くださいということで、ということで、じゃあちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、今回の、まあ、動画が産卵をさせるための前、交尾編になります。おお、ただ交尾させるといっても、今回1種類だけじゃなく2種類交尾させようと思っているんですけど、まず最初に交尾させるのがこちら。あー、ダミーの、ダミーの、もう自分で置いてたじゃん、そこに。いや、だって自分で決めたんだからね、その驚かない自分で調整して、もう本当はあかんって、そういうの無でやって、無で苦しいんで、こっちまでその恩恵与えないでよ。ちょっと一回やり直して、今回の、紹介する1種類目の昆虫がこちら。はい、ヘラクレスオオカブトですね。はい、結構前の一番最初の方の頃の動画で一回交尾させてるんで、これ1種類だけじゃ、まあ、ちょっとほとんど一緒の動画になっちゃうから、まあ、はい、味気ないだろうということで、今回2種類なんですけど、はいはいはい、まあ、まずこれは、アマゾニコ血統、アマゾニコ血統ですね。MD 血統っていう宮崎のヘラクレスをメインとしたショップの、はい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 、はい、そこの血統ですね。アマゾニコ血統は、まあ、今のところビークワの、飼育ギネス1位ということで。ビークワってのは雑誌ですよね。そうですね、クワカブの雑誌で、はいはいはい、子供でいうコロコロコミック。それはまあ、クワカブ界のコロコロ、ボンボンかもしれないし、はい、クワカブ界のコロコロコミック、うん、で、女の子のリボン、女の子のリボン、はい、そっか、そっか、で、女性でいうノンノン、ノンノン、いや、もういいけど、はい、それで伝わったから、うん、昆虫界で言ったら有名な虫社さんが出してる雑誌があるんですけど、そこの、まあ、今のところ1位の血統ですね。あ、期待できますね、じゃあ。だから、まあ、結構でかいヘラクレスが取れる可能性が高い種類同士を掛け合わせての1代目の子なんで、まあね、結構角も長くてかっこいい。これ自体は154ミリなんですけど、はい、個人的には大きい方なんですけど、最高が158ミリなんで、まだ160もいってないんですよ、僕。最高マックスいくらなんですか、ギネス。飼育ギネスが今181。あ、すげえ、そんな違うんだ。すごいんですよ、181ぐらいだったんで、またちょっと記憶が曖昧なんですけど、まあ、180超えたんですよ。それで野外ギネスと並んだぐらい、だからもうちょっと大きくなるだろうと言われてるんですけど、これ1匹だけじゃ、まあ、もうクワカブの部屋では物足りないと。おお、すごい、さすが。ということで、はい、今回もう1種類ちょっと紹介したいと思います。はい、もう1種類がこちら、はい、こちらネプチューンオオカブト。これネプチューン、はい、うわ、なんかテンション低いですね。何がめちゃくちゃかっこいい個体なのに。いや、今変なとか言わなかった。だって魔法みたいなのが入ったから。あ、嫌いなんで俺。いやいや、何ですか。好きになる魔法させます。好き、これで魔法好きですか。魔法好きって、魔法好きにならないの。え、魔法好きしたせる魔法だったの今。はい、何それ。もうこれで魔法したくなっちゃいますね、八幡さんが。ならない、ならない。
あの101号室で魔法しちゃうっていう魔法でした今一回やらないといけない。なんでちょっと梶原さんのチャンネル概要欄に載せておきますんで、そちらで多分魔法したくなる魔法をかけたんでそちらの方もぜひお願いします。最悪じゃんこれ、絶対やらないといけない。1回は何回もやります。あれやめろ、指導会に15回やります。ちょっと魔法動画じゃん。ぜひ楽しみにしてください。今日の主役二枚看板ですよ言ったら。おお、確かにどっちもすごいやつだもんな。ネプチューンオオカブトとヘラクレスオオカブト。オスは大体まあ3週間今日1ヶ月弱ぐらいでもう、まあ、成熟するんで、まあ、オスも OK でメスはメスで別でちょっと早めに餌食べ始めてて4月なんで2ヶ月ぐらいも経っちゃってるんですよ。はいはいはい。でネプチューンの方ももう3月の下旬なんでもう2ヶ月ちょっと餌食べてるんで、うん、両方成熟してるんでもう早速やっていこうかなと。あ、メスの方が成熟は遅いんですか？なるの？メスの方がちょっと僕は多めに長い期間餌食べさせますね。の方がいいみたいな感じで書かれてたんで、だからメスは1ヶ月から45日みたいな感じがベストっていう風にね、はい、だから多分ビークワかな。でもな、誰かから聞いたので、これは間違いなくヘラクレスとか長年ブリードしてる方だったりとかから聞いたやつなんで、餌は食べさせてからの方がいいっていうことなんで、早速やっていきますか。はい、ヘラクレスの方からやっていきます。これちなみに75ミリです。あ、でか、結構でかい。でかいな。あ、めっちゃ威嚇してますね。え、メス同士も喧嘩したりするの知ってますよ、頭で。このゼリーメスだと思ってる、はいはい、トリケラトプスとかと同じような喧嘩の仕方するんですよ。トリケラトプスのただ見たことないから、はい、僕の友達が言ってました。なんでトリケラ見たことない。まあちょっと餌食べてる感じではないですけど、まあ、比較的落ち着いてはいるんで、はい、乗せてみます。頑張れよ。あ、気づいた。気づいてはいるけど。してます。いける？あ、でも確かにメスがそんな嫌がってない感じが。勇ましいな、でもオスはやっぱこう、うん。出てきてんじゃないですか。まだかな。あ、出てくるよ。出てくる。下の方注目です。出てきました。ほー！これが生殖器、はい。すぐじゃん。捉えてますね。完璧に捉えてる。こんな、あれなのに、立ち上がった感じになるんだね。そう、すごいですよね、うん、ちゃんとこう、奥まで入れないとだから、うん、立ち上がっちゃいますね。じゃあちょっとこっちは一旦成功して、うん、あ、入って、はい、おとなしくしてるのでネプチューンの方、次やってみたいと思います。はい、ネプチューンのメス、ちなみにこちらです。あ、サタンオオカブトと似てると言われてるんですけど、うん、まあそのネプチューンとサタンの違いのメスの見分け方の動画もあるんですけど、知ってますよ。見てます。矢印でしょ。あ、それはえ、あのヘラクレスとエクアトリアヌスとかの見分け方です。違うの、はい、違うの。これ何、何印、これ教えないです。いやいやいや、ごめん、ちょっと出しゃばった。ちょっとこれ餌与えてみます。嫌がってるな。嫌がってるの。これなんかもう雲行き怪しいな。食べてないですね。食べてない。嫌がってるな。ちょっと行ってみましょう。あ、まあ、メスあと1匹いるんで。ああ、なるほど。この子が絞った時用に、はい、いきます。はい。あれでもそんな嫌がってる感じせず。 あ、いいんじゃない。あとはオスがもうちょい気づくか。まだ気づいてないのこれ、はい、あ、でも、あ、行きそう行きそう行きそう行けそうですね。よし、あ、おしっこおしっこ。何なのこれが一体。めっちゃ興奮してますね。すごいね、なんか口パクパクいってる。まだメスって気づいてないのこれは。いや、気づいた上でちょっと、あ、敵がいるから手で。わあ、かわいい。かわいい。かわいいけどちょっと邪魔しちゃダメですけどね。かわいい。ちょっと時間かかりそうですね。背中舐めてるよ。メスを感じてますね。え？メスを感じてるっていうの、はい、この状況のこと。はい。めちゃくちゃつまらなそうにしてる。いや、あれから15分待ってるんですけど。はい。なかなか。そうですね。はい、こっちはうまくいってるんですよね。そうですね、もう20分ぐらいで、あともうちょっと餌食べさせた方がいいのかもしれないですね。でもメスっていう認識はあるような感じはするんですけど。ちょっと飲み物持ってます。なんかやってていいですよ。なんかやってるって、いや、きつね。なんかやってくれたら使うんで。しょうがないな。ケツ太鼓でしときます。
キラキラ星でした。待ってください。いや、ほんと、だいぶ待ってるよ、もう。すいません、今何やね、力作ってるんで。何を作ってんの？何やね、力作ってる。じゃあ早く戻らないと、一旦切るよ。ああ、なんかあれ、なんかコブラツイストみたいなしてる。メスが、じゃあオスがメスをコブラツイストしてるよ。わかった。ちょっとなんかあの様子が、ミホリ君、あのなんかこのネプチューンがさ、様子がおかしいんだって。なんか、あれ、ちょっと、あの、これどうすんの、なんか大事なシーンかもしんない、これ。ちょっと、なんか逆に、え、なにこれ、逆さになってるよ、逆さに乗ってる。ミモリくん、ミモリくん、いいのこれ。ちょっと、もう、なんで、ちょっと俺だけにこれやらされても。ちょっと、え、待って、これもう知らないで、これは、こいつらは、うん、おしっこしてるよ、またおしっこしてる。ちょっとミオリ君、おしっこしてる、おしっこしてるよ、これ。もうなんで、大丈夫かな、え、これ大丈夫なんですかね。ちょっとごめんね、一旦、え、これ分かんないな、合ってるの教えて。すいません、なかなか。いやいやいや、遅いよ。なんかおしっこもするし、反対側で。これ、ケツ。あ、結構なんか動き始めました。顔をケツだと思ってるから。ほらほら。本当だ。大丈夫これ。あ、でもちょっと出してますね。どっちを？おしっこ？おしっこでしょ。生殖器。出してないよ。ちょっとだけ。ほら。あ、あ、本当だ。よかったら邪魔しないで。めちゃくちゃ見せてる。うわ。オスだぞ、俺は。ああ、確かに。おしっこする虫って何なの？いやいや、みんなするから。交尾しそうですね。まあ、してくれた方が。ああ、でも確かに、オスが汚いもの。おい。あ、オスが汚くないもの。いや、あんまそんな言い回し聞いたことないし。あ、あ、終わった、終わった。終わった？出てきます。赤い糸、めちゃくちゃ綺麗に。こっち、まだ見えないんだよな。ああ見えた。完全にですね、これが終わった印。はい、わあ、やっぱこれはすごいな。なんで赤いものが出てくるんだろうね、不思議。すごいですね、これは。これを確認できなくて、いつの間にかオスとメス、うん、はい、引き離れてた場合はメスのお尻に赤い糸の、まあ、名残というか、あー、はい、なるほど。ちょっとその赤っぽい、これの短いやつがついてたりするんで、それで交尾できてるかできてないかの確認も取れるっていう。まあ一旦これ交尾終わったんで、こっち、まあ一旦祝杯あげましょうか。うん、その間にね、祝杯交尾したら、はい、その絵も撮りたいんですけども、うん、交尾しなかった場合はまた次回にちょっと申し訳ないですが持ち越しとさせていただきます。ちょっと結構時間かかっちゃって。はい、え、ちょっと待って、俺のとって、違う、これ違うし、2杯飲むとか、これやめろって。ちょっとなんで俺が飲みたかったのに。ああじゃない、最悪じゃん。始まらない、ちゃんと。ああ、あるの、待って、これ何飲ませようとしてんの。時間かかりました。いやいやいや、これ力作って、いやいや、くだらないことのために。いやいや、くだらないって言わないから。喉乾くだけでしょ。アマゾニコケットっていうあるんですよ。はいはいはい。今ギネスのヘラクレスのサイズを出してる、うん、そのビークワの中でのですけど、175mm、178mm かな。お、でかっ。ほぼ 18cm ぐらい、うん、まあ、とりあえず170後半のやつが入った福袋みたいなのが、うんうんうん、アマゾニコさんのサイトで出品されてたんですよ、うん、それとか200万とかって言ってた。え、あ、うわ、すごっ。それ普通にソールドアウトしてましたね。うわぁ、そんで売れるんだ。だからやっぱもう、そもそも、もう見たことないですから、178なんて。で、実際のところ180超えてる答えも出してるわけですから、やっぱ血統としてもそれだけの説得力ありますから。
ちょっと大丈夫これ。どうしても筋肉バスターみたいなことしようと。どうしてもあのね、めちゃくちゃ生殖器出してます。なんでだろう。なぜかこいつ頭に生殖器出したがるんですね。ケツみたいな顔してんのこいつ。いやちょっと失礼な。なんてこと言うんですか。だってそうじゃないとこんな信じられないから。なんでだろう。こんなお尻だと思うことはある。めちゃくちゃ出してめちゃくちゃ入れようとしてますもんね。こんな感じで。面白いね。やっぱこういうミスするんだ。触るんだけど。ちょっと待って待って。ちょっと待ってください。八幡さんが今絶対使えない発言してる時にめちゃくちゃことが進んでました。あ、よかったよかった。どうでしょう、今めっちゃ出してますよね。うん、なんかいけそうじゃない。あ、いく、お、あそこから持ち返した。すごい音。おおお、あ、ビキビキ言ってる。もうちょっとですけどね。どう？お、あ、入った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 。おっしゃー、完璧。うわ、頑張ったな。よくやった。あー、すげえすげえすげえ。これはうわすごく長丁場でしたけど、夢与えたなこれは。いや、よかったですね。これすごいな。メスの懐の広さもあり、うんうんうん、オスのね、諦めない気持ちも大事だな。感動的な交尾ですね。僕インスタとかに交尾の写真とか結構上げてたんですよ、もともと。これは絶対地元の友達からよく LINE 来て、うん、なんで交尾の写真ばっか上げてんのっていう。やっぱ一般の人には理解されないみたいで。そうかそうか、そうか、まだ虫は飲み込めても。はい、やっぱ普通じゃありえないのかもしれないですけど、うん、本当にその生命の誕生するきっかけですから、うん、地球、言ったら地球がビッグバンだから、うん、起こして地球になり始めた、うん、そのビッグバンですから、ね、あ、大げさに言うとね、はい、これめちゃくちゃいいわ。いや、よかった。いやいや、ほんと水飴のボケとかやっててよかったな。いや、あのボケ、なんか普通に休んでたかったけど。もしかしたら20分超える動画になってるかもしれないですけど、そんなことも大丈夫なの動画として。いや、絶対20分もならないよ。なに、マジでいらないくだりが多すぎたから。全然多めで、多めに回していいんで、僕ら。まあでもそれだけ確かに感動するものではあった。くさ、おしっこ臭いな、やっぱ。いや、なんで最後文句言うんですか。いや、多分結構長い動画になってると思うんですけど、本当にここまで一緒にこうネプチューンの交尾、まあヘラクレスはすんなり交尾してくれて赤い糸も見れて、まあそれだけで終わってよかったんですけど、ネプチューンをまあ見守ってくださった方々が今こうやって見ていただいてるわけですから、本当にありがとうございます。とりあえずこれ以降は僕らで見守ろうかなという感じで、はい、はい、これからまあその産卵セットとかも組んで採卵とかやっていくので、そちらの方もぜひ気にかけてください。はい、本当に長々とご視聴していただきありがとうございました。これ良かったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方をお願いいたします。そして皆さん忘れてるかもしれないですけど、八丸さんは、魔法を使う動画を上げるので、八丸さんのチャンネルの方もぜひお願いいたします。まあ、使わない動画も見てください。そうですね、本当に楽しい動画いっぱいあるんで、はい、はい、そちらの方もお願いします、はい、ということで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。